سزای چون تو گلی گرچه نیست خانه ما سزای چون تو گلی گرچه نیست خانه ما یا چو بوی گل امشب Thank you.
いろいろなものがエーテルみたいに更新し合うの。偶然開いた本のページに、たった今自分が問題にしたことなんかが出てたりする。そればかりか、まだ問題にしてないことについても、記事っていうか、暗号や伏線なんかがいっぱいそこら中に散らばってるの。この間なんて、角を曲がると金魚の死骸があると思ったらあった。アリが群がっていて、ずるずる引きずられているの。今日私は蜂に刺されるんだなと思ったら、本当に刺されたり、今日はきっとカビに落とすんだわと思ったら、本当に落とすの。たまにこれから起こることが分かっちゃうと、わざと違う結果になるように仕向けたりする。特に楽しいことが起こりそうになると、わざと悪い結末になるように仕向けちゃうの。すごくネガティブな意識の方が強かったりするから、裏切った風景のように、全然ハイテク、ハイタッチじゃない方が、自分の方向性をちゃんと保てるみたい。機能的なものや無機的なものって共振しにくいから。だから宗教みたいなところに行っちゃうの。でも宗教の持つある種の類型性って、退屈ではあるけれど、指数が合っているものの方が、やっぱり美しいとは思うの。やっぱり閉塞してる。閉塞してるから外部は新しいと思うの。それを全部並び替えてみたら、少しはまともになるかも。でもまたすぐ飽きちゃうけど、そういうのって不思議じゃないかと思うの。ある日家に帰ったら、その死体がこうなって、